おい、中国史の時間だよ。わーい、中国史の時間ね。今回は、民間で育ちながら大韓帝国の帝位を継ぎ、中高の名君となった、韓の先帝、劉兵、劉順を紹介するぜ。庶民から皇帝、夢のある話だわねー。ところがだな、ちょっと考えてみてほしい。韓王朝の帝位を継承できる血筋の彼が、そもそもどうして民間にいたんだと思う？むむむ、そう考えると変な話ねえ。帝室の男子なら、いくら継承順位が低くても、民間で育つわけないわねえ。その通りだ、彼は生まれて間もない頃にとんでもない事件に巻き込まれて、祖父母と両親さらに兄と姉まで処刑されている。はあ、今回はそのあたりの事件についても簡単に触れつつ、民間出身の異色の名君、韓の先帝の波乱万丈で数奇な生涯を語っていくぜ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、ウキウス・アルトリウス・カスプス人間の提供でお送りします。さて、今回お話しするのは、またも前韓の時代、以前取り上げた衛星、各挙兵、条件が活躍した武帝の時代の末年からその後のことを取り上げる。さて、韓王朝に半世紀以上も君臨し続けた大皇帝武帝の治世の末期、不古の獄、不古の化、不古の乱、という大事件が起こった。これは武帝と栄皇后の間の調子で、皇太子である遊挙が、父の武帝に対し、不古という呪いをかけた、という残言を受けたことで起きた事件だった。事件の詳しい内容は動画一本くらいに相当するので今回は省略するが、治世末期の判断力の衰えた武帝は、この不古の獄で多くの無実の人々を誅殺してしまったのだぜ。皇太子遊挙は自殺し、その母で皇后栄氏は死を賜った。遊挙の妻子も全員処刑され、わずかに助かったのは遊挙の子遊心の、生まれて間もない男子だけだったのだぜ。遊心にはこの赤子の他にも子がいたが、妻と彼らは処刑されている。悲惨すぎる。武帝は後に皇太子遊挙の無実を知り、後悔して死死宮、皇后宮殿を作らせた。そんなことしても、もう取り返しつかないけどねー。さて、遊挙の孫で唯一生き残った赤子は、乳児ながら獄に入れられ、女衆の父によって育てられたという、この子こそ、後の先帝である。じいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃん兄ちゃん姉ちゃん、みんな処刑されて赤ちゃんの頃から牢屋に入れられるなんて、悲惨すぎんよ。さて、生後数ヶ月の赤子が、牢獄で一人で生きていけるはずもなく、当時下級の司法官だった。平吉という人物が、彼の境遇を哀れんで様々に取り計らったのだという、助手の中から人柄の良いものを選んで先帝を養育させ、自分の給料を割いて先帝を守り育てた。平吉すげえいいやつじゃん。また平吉は、不古の獄の調査が終わらないことに苛立った武帝が、長安の牢獄の囚人を、皆殺しにせよ、と命令を下した際には、彼は自分の担当する牢獄の囚人を守り、誰一人処刑せず、先帝も命を助けられたという。平吉のおかげで先帝は生き延びることができたのね。さて、その後先帝は、武帝が大赦令を出したことにより獄から出され、その後は長我という人物に養育された。この長我は、遊挙の賓客だった人物で、それゆえ不古の獄に連座して処刑されそうになったが、弟の長安政が武帝の長身だったため、彼の取りなしで除名されたのだぜ。ひゅー、長我も不古の獄をなんとか生き延びた人なのね。そうだ、だが彼は命は助かったが休刑を受け宦官になってしまった。あぎゃー、だが長我は男の印を失っても男気は失わず、恩義ある遊挙のただ一人生き残った孫、先帝を守り養育することを誓っていたのだぜ。長我、画像はないけどいいやつ。でも先帝を育てたのも皇帝になる可能性があるかもってことで、ちょっと下心もあったかもね。それはどうだろうか。遊挙の無実が判明した際、先帝も、一応、政府の宮内庁的な部署には皇族として席が登録されたが、爵位も官職も与えられず、扱いは一介の庶民と同じだったし、無実だったとはいえ、罪を得て誅殺された皇族の生き残りだったので、弟の知恵社長安政は先帝の扱いによく気をつけるように長我に忠告している。なるほどね、先帝は曰く付きの人物だから養育することで、今後どんなトラブルが起こるか分かったものではない、と長安政は言いたかったのね。
そうだ、しかし蝶蛾は自分の子と同様に先帝を大事に育てた。先帝は蝶蛾や遊女の妻、先帝の祖母、の実家獅子らの協力があって、都長安の路地裏で育ち、蝶鶴に連れ、優秀な人物に育っていったという。当時の名前は雄平、なんとも平易な庶民らしい名前で、通常、皇帝になった者の名前は比企と言って使うことがはばかられ、例えば漢の高祖雄方が皇帝となった時、方の字が使用されなくなり、同じ国を意味する国の字が変わって使われるようになったとされる。先帝の場合は名前の字が特によく使用される病位の字だったため、これでは比企するにも人々が困るだろう、ということで平易から順に改められてから、即位したのだぜ。歩兵、先帝は名前まで庶民がよく使う字だったのね。さて、長安の町で育った先帝は長蛾から学費を出してもらい、学問を身につけたという、なかなか優秀だったらしいが、優等生といったタイプではなく、遊興を好み、陶芸や競馬に夢中になるような普通の青年だった。また旅をすることが好きで、長安郊外の所領や都の周辺に、よく足を伸ばしたという、面倒を見ていた長蛾は、学問神になっていく先帝を褒め、その資質の高さを常々弟の長安生に語り、しまいには孫娘を先帝に目取らせようとしたが、それは長安生が必死に止めている。やはり先帝の存在は不安定なものだったのだろう。結局先帝は宮廷の助手監獄の役人の娘、魚平君と結婚したのだぜ。こうして先帝は18歳で即位するときには、すでに家庭を持ち一児の父となっていた。なるほどねー。ここまで見てきたところだと、先帝は皇族なのに、監獄や長安の下町で育てられたけれど、周囲の人には恵まれていたようねー。さてここからは、先帝が即位するまでの政治状況の変化を見ていこう。まずは時を戻して府この獄の少し後の話だ。皇太子を失った武帝は、この事件の4年後の前87年に世を去る。武帝は後継者を末子雄仏陵とした。これが漢の昭帝だ。昭帝がわずか8歳で即位し、武帝が残した重臣たちが彼を補佐する体制で、昭帝の時代が幕を開けたのだぜ。ちなみにこの時長安の路地裏にいた先帝は3、4歳だ。さて昭帝を支える三本柱は閣公、近日帝、上官傑で、武帝に信任された彼らが協力して政治を主導したのだぜ。三党政治ってこと？そんな感じだ。有名な人物では彼らの他にもう一人、経済官僚総公僚もいた。閣公は皆様ご存知、郷土と戦った若き天才閣挙兵の異母弟だ。兄の閣挙兵は軍人として抜群の才能を示したが、弟の閣公は政治家として武帝に認められ、閣挙兵や衛星も任じられた大芝大将軍として、朝廷の補佐筆頭となった。次はこのやたら頭の小さい肖像画の近日帝を紹介しよう。彼はなんと驚くなかれ。郷土の旧都王の王子だ。本当？郷土が時代を任されるほどの武帝の重臣になったの？そうだ。彼は閣挙兵が西方の郷土を撃った時に今夜王と共に官に下った。この時閣挙兵は郷土の心臓、金人を得たため、近日帝には金の姓が与えられたのだ。彼は非常に聡明な上体格も立派で、身長は190センチを超え、武帝を襲おうとした刺客、馬からに素手で格闘を挑んで逮捕するなどの手柄を挙げたこともある人物だ。この肖像画、顔がちっちゃいんじゃなくて、体が大きいだけだったのね。しかも、非常に慎み深い人格者だったのだぜ。三人の実力者が並び立つ、政治的に危ういと思われる状況でも、近日帝が、潤滑油の役割を果たすことで波風が立たずに安定して政権が運営されたのだぜ。三人の実力者のうちの最後の一人が、この画像のない上官傑だ。上官傑かわいそう。まあ、上官傑に関しては特に言うことはないかな。は、閣公の娘と上官傑の息子の間に生まれた女性が朝廷の皇后になった。ってことくらいかな。大事なのは、上官傑の情報なのそれ。そして三人の実力者にプラスワンで加えたい有名人が総公僚。彼はすごいぞ。武帝期を代表する財政政策、金融法、平準法、さらに塩、鉄、酒の専売制を進めた、超敏腕財政官僚だ。
菅の武帝は楊貞昌帝に非常に優秀なスタッフを残したと言えるだろう。武帝の目論見通り、当初この体制はうまくスタートした。だがしかし、この協力体制で最も重要な金日帝がわずか1年で死んでしまったのだぜ。人格者で調整役の金日帝がいなくなってしまった影響はすぐに現れた。各校と上官傑の関係が急速に悪化、隕石関係がありながら、対立は止まらず、とうとう上官傑は総公用を仲間に引き入れ、後継者に選ばれなかった武帝の子、昌帝の兄である炎王とも手を組んで、各校を排除して政権を奪取しようとしたのだぜ。だがこの企みは失敗した。帝位を狙う炎王と手を組むということは、各校だけでなく昌帝まで敵に回すことを意味しており、各校の弾劾を昌帝は許さなかったのだぜ。そして各校の反撃を受けて上官傑、総公用は処刑、炎王は自殺に追い込まれた。特に上官傑の一族は、各校にとっても孫にあたる昌帝の皇后、上官皇后以外は全て処刑された。こうして、前80年には各校が宮廷で独裁権を確立した。これ以降昌帝の時代は実質的に各校時代となった。各校がどんな人物でどんな政治を行ったかについては、いずれ挙げる各校の動画で紹介しよう。今回はそのあたりは省略。とにかく各校が絶大な権力を握ったのだぜ。この各校とその一派が政治を主導する時代は、昌帝が死に、代が変わっても続き、昌帝死んだの？前74年に21歳の若さで急死したぜ。彼の14年の治世は、大体が各校独裁時代だった。さて昌帝が急死し、各校は急ぎ新しい皇帝を定めなければならなくなった。この時、武帝の子のうち存命だったのは公領王勇所ただ一人だったが、彼は先に帝位を狙って敗れて自殺した炎王と母親を同じくする弟であり、各校にとって脅威となるため、候補から真っ先に外された。さて、武帝の子がダメならば、武帝の孫から皇帝を選ばなければならない。そうすると、王の中では候補は一人しかいなかったのだぜ。親の武帝よりも先に死んだ昌雄王雄白の子、雄雅である。各校は彼を昌帝の後継者とすることに決め、長安に呼んで昌帝の葬儀を主催させた。おお、候補者がいてよかったわね。それでこの雄雅は何帝と呼ばれたのかしら？ないんだな。それが、武帝や昌帝といった呼び名は、死後と言って、皇帝の死後につけられるなで、よっぽどのことがない限り、帝位につけば、死後は送られるのだが、よっぽどのことがあったのね。そう、廃帝こと雄雅はわずか27日間君臨しただけで廃された皇帝だったのだぜ。短すぎー、そんな在位の短い皇帝他にいないわよ。いるんだな。それが、はあ、以下余談ながら、中国にあった王朝、という括りで見れば最短は金の最後の皇帝、末帝の、推定半日からに、3時間、統一王朝で言うと、やや特殊ながら新朝のラストエンペラー溥儀が、遠征外の死後、13日だけ伏壁皇帝の座に再び着くこと、している。まあ伏壁だから最初の在位の期間を足すとだいぶ長くなってしまうのだが、中国の統一王朝かつ純粋に在位期間が短いのは17日間の、唐の昌帝だ。彼は以降が権力を狙うために建てた皇帝で、即位してすぐ、後の元宗である李勇気が決起したため、わずかな期間で帝位を追われている。龍河の記録27日は、この唐の昌帝に次ぐ記録だぜ。ちなみに、惜しくも龍河に2日及ばなかった在位29日の、明の大昌帝は、崩御して退場した速さなら統一王朝で1位だぜ。まあ、龍河もいい線行ってはいるが、中国史の記録で言うと、上には上がいるということだな。余談終わり。さて龍河は、昌帝の葬儀の期間から歌を歌ったり酒を飲んだり、宮女と楽しむなどの目に余る奔放な振る舞いがあったため、即位の儀式の終了間際で、帝位を廃されてしまったのだぜ。一説には龍河が国元から、連れてきた200人の家臣に権力を握らせ、各校一派を排除しようとしたため、先手を打たれて帝位を廃された、とも言われている。龍河が連れてきた配下200人は、おう、龍河、を正しい道に補佐し導くことができず、大悪の道に落とした、という罪で各校によって3人を残して処刑された。ひえー、権力争いの恐ろしさよ。
こうして龍が和廃された、またも帝位は空白になったのだぜ。こうした中で意見を出したのが、あの平吉だったのだ。ええ、あの平吉？って誰だっけ？牢獄に入れられた赤子だった先帝の世話をした、あの役人だぜ。ああ、助手に先帝の乳母役をお願いしたり、武帝に皆殺しにされそうになった囚人を助けたりした、あの平吉ね。そう、慈悲深い彼は同時に有能な官僚であり、各校に信任され出世し、実は龍河を長安に連れてきたのも平吉だったりするぜ。はへえ。さて平吉は各校に、実は武帝の皇太子だった遊女の孫が民間で育てられ、しかも人物教養ともになかなか優れている、ということを知らせた。民間育ちの先帝の存在は、各校にとっても非常に好都合だった。庶民同様の暮らしをしていたので、龍河のように自分の配下などというものは持っていなかった上、優れた人物だというのなら、言うことなしである。こうして、牢獄生まれ下町育ち、悪そな奴は大体友達、中国史上でも得意な育ちの皇帝、漢の先帝が誕生したのだぜ。王朝の創始者でもない限り、庶民育ちの皇帝なんてなかなかいないわよね。創始者でも少数派なんだよな。行革や古事記坊主、奴隷から皇帝になるのは本当に例外だ。さて先帝は様々な幸運が重なり、生き延びて皇帝にまで上り詰めた。しかし、彼の本当の戦いは皇帝となってから始まったのだぜ。第一部、漢。はい、ここから第二部ね。ああ、うん。さて先帝が即位すると、先帝に帝位を与えたとも言える当時最大の権力者各校は彼に、形式性、長くひれ伏し頭を地面につけてうやうやしく政治を皇帝に奉還すること、お願い出た。お、各校もついに引退する気になったのねー。そんなわけがないんだよな。各校のこの姿勢は野心のないことをアピールしただけで、実際に各校から権力を奪おうとすれば、どんな血みどろの争いに発展するかわからない。政府は各校派で占められており、先帝はそんな場に一人で乗り込んだようなものだ。先帝も賢いので、今はまだ自分が政治を主導する時ではないということがわかっており、所持はすべて、先にこう、各校のこと、に関わり申し、しかるのちに創業せよ、と言ったのだぜ。要するに、国政のすべてを各校に任せる、という意味だが、この言葉の中の、先にこうに関わり申し、という文言が日本での天皇を補佐する宰相、関白、の由来となった。なるほど。先帝と各校がさだまさしに大きな影響を与えているのね。さて、こうして先帝の治世が始まると、政治の実権は相変わらず各校が握っていた。先帝は各校が健在のうちは、黙って彼が政治を行うのに任せていたが、時には彼の意向に従わないこともあった。各校が自身の末の娘郭生君を、先帝の皇后にと受胎させようとしたことがあった。しかし先帝は庶民暮らしをしていた頃からの妻、魚平君を皇后に立てたいと考え、軍神の同意を取り付けて、さっさと皇后にしてしまった。これは先帝なりの各校への静かな反抗だろう。皇后となった魚平君の父は虚構官といい、武帝に死罪にされて生きるために休憩を受けて宦官になった人物だ。死罪から宦官パターン多くない？おい、先帝の長安での暮らしを支援した長賀も休憩を受けて宦官になってしまったからな。ただ彼らが宦官になったからこそ長賀と虚構官は上司と部下という関係になり、その縁が元で虚平君が先帝に嫁ぐこととなったのだぜ。もっとも、当初は虚構官もその妻も、裕福ではない青年先帝に娘を嫁がせるのを嫌がったが、長賀が、実は、彼は皇帝の近親なのだ。だから最低でも寛大公くらいにはなれるぞ、と伝えたところ、虚構官が飛びついたという、その妻はそれでも嫌がったというから、奥さんの方はあまりこの話を信じていなかったようだ。しかし先帝は今や寛大公どころではなく、漢王朝の頂点、皇帝になった。そして虚平君も皇后となったのだ。彼女は皇后となっても質素な生活を忘れず、賢明でつつましく、礼節を重んじる女性で、周囲から人望を集めたという。だがしかし、ああ、雰囲気が変わった。魚平君は皇后になってわずか2年で世を去ってしまう。これは不穏な気配。先帝の即位は前74年、
そして前71年の正月に巨兵くんは亡くなる。当時彼女は第二子を妊娠し出産しており、その際に、格好の妻である剣の命令を受けたジョイの順右縁から毒を盛られて死んだとされる。また、この時出産した先帝と巨兵くんの間の第二子については、この後記録になく、闇の深さを感じるが、当時は乳幼児の死亡率が高く、すぐに亡くなったのだろうと考えられる。この事件は格好の妻剣が主導し、はじめ格好は真相を知らなかったようだが、巨兵くんの急死が不審であると捜査が始まると、剣は露見を恐れて格好に相談し、格好が手を回して捜査を終了させたという。この事件の結果、格好の末の娘、格星くんが受胎し彼女が次の皇后となったのだぜ。おお、格好の最初の考え通り、彼女の娘が先帝の皇后に収まったのね。史書によると格好はこの陰謀に関与しておらず、妻から真相を聞いた時に驚愕したという。しかし身を守るために、圧力をかけて捜査を終わらせている。いろいろやばいわね。この後が非常に気になるところだわ。まずはここで話をまとめておこう。先帝は自分の意見を通して皇后に立てた昔からの妻、巨兵くんを失った。まあ昔からといってもこの時先帝は21、2歳。そして新しい皇后は格好の娘の格星くんとなった。なるほど。格星くんを皇后に迎えた時の先帝の思いがどうであったのか、史書には記録されていないが、先帝と格星くんの関係はそれほど悪くなかったようだ。前70年に格星くんは受胎して皇后となった。暮らしぶりは随分華やかだったようだが、特に問題を起こすわけでもなく、先帝が彼女を憎んだ、といったようなことも記録されていない。むしろ寵愛を受けた、とされているのだぜ。ただ、二人の間に子供はできなかった。なるほどなるほど、これは怪しいですなぁ。さて実際はどうだったんだろうなぁ。さて、格星くんが受胎してから2年後の前68年、ついに格好が死んだ。武帝の死後、漢王朝を動かし続けた大政治家格好が世を去ったのだぜ。格好が病に倒れた後、先帝は親しく見舞った。格好は病床で、兄、格挙兵の孫の格さんを列公に報じることを願い出て、先帝はこれを許可した。格好は死に際して格子の勢力をさらに伸ばそうとし、先帝もこれを許したかのように見えた。しかし先帝は格好の子の格を軍事の筆頭に、格さんを政治の筆頭に置いたのだぜ。普通に格子徴用しとるやんけ。どこが、しかし、なのよ。この措置は、軍事と政治の両方のトップを兼ねていた格好の権限を分割することを意味しており、格子の勢力を強化させているようで、その実分断して弱めようとする、先帝の辛抱遠慮だったのだぜ。玉座にあることおよそ6年、先帝は老獪な政治家に成長していたのだ。格う、格さんに格好の権力を分割して与えることを皮切りに、格好が世を去った前68年から前66年にかけて、先帝は次々に、格子の権力を弱める手を打っていった。格好の頃は政務の一切は格好を通さなければならなかったが、格さんが政治を統括する立場となると、先帝は軍心の中で奏上したいものは、直接参代して皇帝に奏上してもよい、ということにした。こうすることで格子に都合の悪い情報も先帝の元に入るようになった。また先帝は軍縮を行うとして、武将軍格羽の軍団を解散させた。先帝の措置が巧妙だったのは、格羽をかつての格好と同じ、軍事の頂点大芝に昇進させた上、格羽だけでなく、格一派ではない社稷将軍長安政の軍も解散させたことで、公平感を出したのだぜ。長安政、確か先帝を養育した長がの弟だったわね。そう、兄の長がは先帝の即位を目にすることなく死んだが弟の長安政は、先帝から信頼され、絶大な権力を得るのだぜ。あ、長がは結局、先帝が皇帝になるのを見届けることができなかったのね。そうだ、先帝は長がに恩返しできる前に彼が亡くなり、また一緒に学問に励んだ長がの息子も、創生してしまったことを非常に残念がり、長安政の子を長賀の後継ぎとし、彼を長賀の墓守にして烈公に報じようとした。しかし長安政は辞退しようとした。
知恵社長安政は大いに出世し選定の下で強い権力を握ったが、目立つことを非常に嫌う人物であり、自分の一族が取り立てられることを、できる限り断ろうとする人物だったのだぜ。この時も、那智長が農恩長を自分の息子が受けることを断ろうとしたが、選定はこれは全て長がのためであり、将軍のためにやるのではない、と長安政の事態を決して許さなかった。さて、話が横道に逸れてしまったが、選定の各種勢力削減策は続き、各種の親族を軍の要職から転出させ、辺境の長官に任命し、代わりに那智挙平君の一族や祖母の実家の氏一族を軍事の要職に配置し、軍権を皇帝に回収していったのだぜ。ちなみに、選定の命で架空と共に軍を解散した長安政は、英将軍として再び軍の要職に返り咲いている。さてこのような選定の各種排除の動きに、党の各種らが気づかないはずもなく、皇后覚醒君と選定の仲も疎遠になっていった。そして選定が皇太子を、挙兵君が産んだ有跡とすることを発表すると、各校の妻権は怒り狂い血を吐いたという。権は皇太子有跡を毒殺することを娘である覚醒君に命じたというが、もうその手は通じず、隙は一切なかったのだぜ。追い詰められた覚氏は、選定を殺して覚を皇帝に擁立するという、めちゃくちゃな計画を立てるも、案の定密告されて覚氏は滅んだ。軍権を失った覚氏がクーデターを企んでいたとされること自体、選定のでっち上げだったとも考えられるが、どちらにしろ覚氏が滅ぼされた前68年には、挙兵君を毒殺した陰謀が明らかになっており、覚氏の壊滅は免れなかっただろう。覚さんは自殺し、覚は他の一族と同じように処刑され、覚公の妻権は切られて死体を市にさらされた。覚醒君は皇后を廃されて幽閉、十数年後に自殺した。挙兵君の仇は取ったけど、覚氏も悲惨よねー。まあそうだな。覚公は自身の意思で皇帝を選べるほどの先見を振るったが、彼自体は、武帝の政治で痛めつけられた民力の休養に努め、善政を行う優れた政治家だった。しかし一族が増長し、結局滅んでしまったぜ。さて、覚氏が滅びいよいよ選定の新政が始まるのだが、ここで一つエピソードを挿入しておきたい。それは選定が赤子だった頃の話だ。選定が長がに養育され、彼に非常に感謝していた、という話をしただろう。したわね。その話の通り、選定は自分を育ててくれた長がや獅子のことは知っていたのだが、記憶にない赤ん坊の頃、どのような状況で過ごしていたのかは知らなかったのだぜ。ええ、平吉が命を救ったことを知らなかったの？本人どころか周囲の人々も知らなかった。すべてを知っている平吉は、各校に認められて出世し、選定にも評価されて皇太子の教育係の長にまでなっていたが、赤ん坊の選定を助けたのが自分である、ということは決して口にしなかったのだぜ。立派やんけ。ところがとうとう真相が明らかになる時が来た。というのも選定の申請が始まると、褒美をもらおうとして、牢獄にいた頃に陛下の世話をしたのは私です、と名乗り出た奴隷がいたのだ。だが奴隷はすぐにでも褒美が出ると思っていたのだろうが、皇帝の生まれ育ちに関わることなので、かなり厳しい取り調べが始まったのだぜ。ははは、その奴隷かわいそうねー。もし嘘をついていたら厳しい罰を受けるということで、奴隷は、当時の牢獄の管理をされていたのは平吉様です。ぜひあの方からお話を伺ってください。と懇願し、平吉が取り調べの行われていた御師府に呼び出された。平吉は奴隷の顔を見ると、確かにあの時陛下のお世話をした奴隷の一人だが、粗相をして罰を受けたやつじゃないか、手柄などと言い立てる柄ではあるまいよ。と証言し、さらに本当に世話をした助手の名を挙げ、彼女らこそ褒美を受けるべきだと言った。選定は報告を聞き、急ぎ助手を探させたが、残念なことに彼女らはすでに死亡していた。そのため子孫に手厚い恩賞を与えたのだぜ。よかったわねー。また最初に名乗り出た奴隷も、粗相はあったが本当に養育したということで、奴隷の身分から解放され、自由民になった上に銭10万を貸しされた。よかったわねー。そして平吉だが、選定は彼が体温のある身でありながら、
今まで一言もそれを明かそうとしなかったことを知って、大いに驚き、また感謝して白陽光に報じた。加えて平吉にこれまでより熱い信頼を寄せるようになり、選定に協力し隠し排除に力を尽くした宰相魏尚が、この数年後に死ぬと、今度は平吉を宰相に任命したのだ。こうして選定期の名宰相、平吉が世に出たのだぜ。平吉命の恩人ってだけでなく、名宰相だったの。名宰相だったんだよな。これが、25分くらいで伏線が回収できてよかったぜ。赤ん坊の頃の命の恩人が名補佐役になるなんて、物語の世界やんけ。面白いなぁ、がはは。さて、ついでなので平吉についてもう少し語っておこう。彼ははじめ法を学び司法関係の下級官僚となった。その後に儒学を学んでその対応に通じて上昇、宰相、となってからは、寛大さと礼儀をモットーに政治を行ったのだぜ。賄賂を取るような不適格な役人は、即刻クビにせず様々な手を使って自発的に退職するように仕向け、法ですぐさま処分する、というようなことをしなかったのだ。それを部下に咎められると、国の大事を預かる上昇が、管理の摘発で評判が立ってもなぁ、見苦しいだけだろうよ、と言った。なんだか、有能さがあまり感じられないんだけど、まあまあ、宰相にもいろんなタイプがいるってことよ。またこんな話もある。平吉は人の短所よりも長所を見る人だった。彼の馬車の御車は無類の酒好きで、飲みすぎて二日酔いになって、平吉を迎えに来ないこともしばしばあり、ある時など酔って上昇の席に嘔吐してしまったこともあった。最悪やんけー。さすがに平吉の部下が彼を首にしようとしたが、酔っ払った上での失態だからのう、この程度のことで路頭に迷わせることもあるまい、と御車をかばって雇い続けてやったのだぜ。上昇見る人物っていうより、ただのとんでもないお人よしなんじゃないですかねー。しかしこの御車は辺境の事情に通じている上、なかなか利口な人物だった。ある時、北方の異民族郷土が辺境に侵入し、旧法が都に届けられたことがあった。御車は執行する伝令の服装や抱えたカバンから、辺境からの伝令に違いないと思い、辺境からの旧法ならば郷土の侵入である、とあたりをつけて情報を探り、直ちに平吉に報告し、郷土が侵入したのは雲中華台のあたりだと考えられます。あのあたりの大衆には置いて軍役に耐えられぬ者もおりますので、調べておかれるのが良いでしょう、と話した。果たして平吉が選定に召し出されると、郷土の侵入があったと告げられた。そこで平吉は御社のアドバイスの通りに調査した情報を選定に報告することができた。一方他の帝臣たちは急なことだったのでうまく対応できず、平吉の鮮やかな手腕が認められたのだ。人にはそれぞれ長所があるのだ。私はあの御社の言うことを聞いておかなければ、陛下のお褒めの言葉に預かることができなかっただろう、とこの一件を部下に伝え、部下はますます平吉に対する敬意を深めたという。ゲロを吐くけど頭が回る御社なんて、使いこなせるのは平吉だけね。また、こんな話もあった。ある日彼が外出すると、長安の街で、死人が出るほどの大乱闘の騒ぎがあった。しかし平吉は乱闘を気にする様子もなく、ちょっと見て通り過ぎた。続いて道の向こうから牛を引いた男に出会った。見るとその牛は舌を垂らして、ぜいぜいと苦しそうに喘いでいた。平吉は急いで馬車を止めさせ、牛飼いに、これはどうしたことか、と牛の様子を尋ねたのだぜ。平吉に随行していた部下は、都の大乱闘は放っておくのに牛の様子を気にするなど、上昇は全く何を考えておられるのか、と周囲の人に言いふらした。このことを聞いた帝臣の一人が平吉を非難したのだぜ。すると平吉は、民衆の争いを止めるのは、長安の県令や使徒の長官が行えばよい。上昇は表情で報告を聞いて、彼らの裁定が正しかったのかどうか判断するのが仕事である。宰相はそのような細かいことには、構っていられぬのだ。しかし牛の様子がおかしく、喘いでいるのは見過ごせぬ。今は春であり夏の暑い盛りでもないのに牛があれほど喘いでいるのは、天候に異常が生じているのかもしれないのだ。さすれば天下の重大事である。故に私は牛の様子を気にしたのである、と述べた。
そのような話を聞き及んで、やっと部下は平吉が物事の大元を掴んでいることを知ったのだ。平吉は亡くなるまで上昇を務め上げ、前後15年に死んだ。亡くなる前に平吉は先帝に3人の後継者を推挙した。彼らはいずれも優秀で、先帝を大いに助け、先帝は改めて彼の人を見る目に感服したという。はへえ、平吉は素晴らしい宰相だったのね。さて勢いで平吉を殺してしまったが、時を戻して彼を生き返らせよう。ほい。さて話は先帝が新政を始め、各氏を壊滅させた頃に戻る。前66年以降の話だ。ここから先帝の時代は18年くらい続く。ここまでで時間をかけすぎてしまったから、ここからはマッパで行くぜ。マッパ555。先帝は偽証、平吉、長安政、漁港官、消防士、公共らを用いて政治を行った。先帝の資質については芝公が史実願の中で聡明にして豪気、民の疾苦を知る、と述べた。賢く決断力に優れ民の痛み苦しみを知っていた、ということだ。後半が特にいい。ああ、庶民の暮らしを知る、というか実際に暮らしていた先帝ならではの長所だ。さてその長所の通り彼は、各氏を滅ぼした直後に塩の値下げを断行したのだぜ。武帝の時以来、国家の専売となった塩は生きていくのに絶対に必要なものなので、値段を上げれば上げるほど国家歳入が増える、まさにうちでの小槌だった。まあ、塩の値段を上げすぎると庶民の生活は破滅するけどな。あ、悪魔の財源やー。先帝はこの塩の価格で庶民が苦労していることを知っていたので、まず塩の値下げを行ったのだ。また全国各地の牢獄を調べさせ、囚人の病気や拷問の有無などを報告させ、国内で虐待を行うことを固く禁じている。また犯罪を取り締まるために刑罰自体は強化したが、捜査や取り調べが行われた際に親族をかばうことは、自然な感情だから罰してはならないとしている。また人々に恩寵を与えることも積極的に行い、罪状が報告されるたびに、恩赦を出したり、酒や肉、衣類を貸しした。めっちゃ庶民のこと見てるわねー。人々の暮らしを守ることに関しては、先帝はかなりこだわっており、塩だけでなく人頭税や田畑の税の減額も行われた。それに先帝は宮廷の官僚たちよりも、人民と直接接している地方官を重視し、この時代順理や国理といった、民衆と直接関わりを持つ役人が活躍している。順理は法律に従って公平かつ正しく人を導く役人のこと。国理は法律を厳格に適用する役人のことだ。先帝は地方官を重視し当時の地方長官の俸禄が2000石だったことから、彼らを領2000石、と称して、盛んに特例し業績を上げた者には、官爵や賞与が与えられた。先帝は、政平素理、という公平で道理にかなった政治、をスローガンに掲げ、地方官こそこの、政平素理、を成し遂げられる、と考えていたのだぜ。また、法家的な考え方を重視し、心象筆罰、と公正に評される政治を行った、庶民の負担を軽くすることを念頭に置いて、行政をスリム化させて地方分権を進め、武帝以来の国内の疲弊を緩めようとしたのだぜ。このあたりは各校と同じく、武帝の富国強兵偏重政策の反省を引き継いだ政治になり、プラス先帝自身の経験により、庶民や牢獄で苦しむ人々に配慮した政策になっている。ええやんええやんパーフェクトやん。だが先帝の政治にも欠点はあり、皇帝直属の宦官を厚く用いて手足のように動かしたので、宦官の権限が強くなってしまった。なるほどねー。先帝は長官や漁港官など、随分宦官に助けられていたから、宦官を信用して重用しちゃったのねー。ああ良くも悪くも得意な育ちが、彼の政策に強く影響しているようだ。しかし全体で見れば、前漢中高の祖と評されるように王朝をよく治めていた。しかも彼の時代は幸運なことに、長年漢王朝を悩ませていた郷土で内紛が起こったのだ。これは漢が右尊と同盟を組んで郷土を脅かしていたことも一因であり、この時は漢と右尊の同盟が成立していたのね。条件の苦労が報われたわねー。異常気象による郷土の家畜の大量死や漢の連年の豊作により食料を求めて、郷土の王どころか君主である前羽、後漢や前羽も漢に下ったのだ。
これにより分裂した強度の一派ながら、股間や前腕間の食料供給を受ける代わりに、間に侵入することとなったのだぜ。選定は股間や前腕のメンツに配慮して、前腕は小腕より上位であることを認めて、それなりの特別待遇をしたのだぜ。こうして北辺は平和になり、国境の警備に当てていた軍は、2割も削ることができた。間と強度の勝敗を決めたのは豊かさか、なんだか面白いわね。なお、豊作が続いた間では穀物の根崩れを防ぐために城兵層が設置され、豊作時はそこに穀物が溜め込まれていた。強度の話からいきなり内政の話に戻ったわね。さっき言い忘れちゃってたから。さて選定の知性も、だいぶ語ることができたと思うので、そろそろ締めに入っていこう。選定の後継者は挙兵君との子、龍石、後の源定だった。龍石は寛大で慎み深く穏やかで上品な人物だったという。しかし選定とは政治思想が異なっており、心象筆伐の放火的な考え方をする現実主義者である選定に対して、龍石は儒教の考え方に基づいた理想主義的な政策を進めたがっていた。二人は深刻な政治対立をしていたわけではないが、あまりの考え方の違いに、選定は龍石の敗着も考えたようだ。しかし、龍石はあの挙兵君の忘れがたみであったため、結局敗着を見送ったという。しかし選定は、儒教にかぶれてしきりに刑罰を軽くすることを求めた龍石に、こう言っている。漢王朝の政道は王道と波動を混ぜ合わせたものである。儒教に傾倒するのは危険である、と龍石に言いながら選定は死んでいったのだ。前49年、享年43歳、在位は26年だ。晩年の選定は神仙の術にはまり、浪費の傾向も見られたという。43歳なら若いけど、20年以上も皇帝やってると、大抵の人間は持たないわよねー。さて、生後すぐ悲劇に見舞われた選定は、そこから実に数奇な生涯をたどり、民間で育ちながら皇帝として軍心を率いて漢王朝を立て直し、中華の内外を安定させた功は大きく、後世、中興の祖であると評された。前漢の時代は選定の後、衰退していき王毛に散脱されて終わるのだが、武帝により疲弊した王朝が束の間ながら立ち直ったのは、彼がいたからこそだったのだぜ。といったところで今回の動画はこれで終わりだぜ。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、コメントもいつもありがとうだぜ。スーパーサンクスもいつも大変感謝しております。メンバーシップご加入もありがとうござる。ではまた次回、中国史の時間でお会いしましょう。ほなまた。終わり。